はい、了解しました。全員しばきます。いや、全員しばきます。俺だけやめてください。全員殺します。同窓会みたいな。やらなくてよくね。黄、ピンクが証拠を右るのを青確認してます。そうね、はい、ありがとうございます。ペルちゃんの指認があって、うん、赤、停電入ったのが宿舎前通路にエンジンから入るところで、そのタイミングでペルちゃん、ペルちゃんが宿舎からエンジンに下ってます。オッケーオッケー。え、ムーン乗ってきた人いるけど、それは誰？青でーす。うん、青で、青確認したいんだけど、金庫でちょっとあのぬいぐるみ着せ、あの服着せてたんだけど、誰か来たんだけど、あれ赤でいいの？赤です。オッケー、じゃあいいや。で、金庫から、ん、金庫から青と宿舎右に行ったの、宿舎左に行ったのはローズですよ。それは合ってるよ、赤とローズと青が言ってるからね。ちなみにコックピットあたり黄緑、茶色、緑あたりがいたけど、ペルちゃんは来てないよ。うん、あ、ちょっと、あの、マルーンから青に1個だけ聞いていいですか？どうぞどうぞ、遠慮なく。あの、シャワーで一緒にタオル拾ったじゃないですか。拾った。なんでしまわずにどっか行ったんですか？あのね、大抵そこで殺される可能性あるから、絶対やり、あの、集めて次のターンにやることにしてるの、それ絶対ルール。ああ、青さんの特有ルールってことですね。絶対同時にやらない、一回でやらない。ああ、死ぬから。赤さん、あの、ベルさんって、あの、ベルさん、うん、エンジンに下ってるってことだね。下ってる。で、その経路を白が通ってます。はいはい、うん、だ、多分右に行ってると思うよ、エンジン、うん、メイン。茶色目線もそれでいいと思ってる、はい、あの、こっちには聞いてない。黄緑、茶色、緑しかいない。まあ、だいぶ行動を一緒にしてた。うん、緑、茶色、緑はどこまでクリアできるんですか？ピッチまで行けてるから。停電治った、その間に。うん、
違う、多分ね、エンジンの。ちょっと白が見てるはず出てるか。いや、ごめん、俺全く覚えてないよ。高井さんをついてくる途中で、ちょっとあんま覚えてないんだよ。そうな。うん、ごめん。でも多分いたような気もする。とりあえず、メイン方面。場所を右で行く。うん、まあ、緑、茶色、誰かがキッチンだっけ？ん？黄緑。ライム。緑。ライム、ライム。標高右。うん。標高右は、オレンジと、マルーン？はい、マルーンが停電の音。あ、そうです。まあ、マルーンだ、マルーンだ。黄色も一応最後入ってる。あ、そうなの？要は、ペルちゃんはメインあたりにいる。そう、そうそうそう、メインあたりで死んでるっていう想定でいいと思う。アニワさん上にいたんで。あ、10秒。あ、じゃあさ、あのさ、マトピーさんメイン暗室いたけど、その後ルート聞きたいなった。あ、時間ねえや。はい、OK。ヒエロ、最終切れてない人は後で言ってほしい。そうだね。貨物。はい、みんなオートミート外れた？はい、はい、どうぞ。どうぞ。メインの暗室の後はエンジンとエンジン武器こいて武器銃直した後このまま一回どっかで停電になって停電直しに行こうと思って、うん、キッチン展望にと、うん、はいはい、来ないかな。なんかそこより出てない位置聞いた方がいいんじゃない？うん、出てない位置で出てない。多分黄緑切ってる場合エンジンで見つかってないとおかしいと思います。昇降機右に入った順番は一番先にグインさんで間違いないよ。だからグインさん、以下省略。え、昇降機？ん？昇降機行ってないで茶色。え、グインちゃんいないよ。グインちゃんいないよ。キッチンにいるよ。キッチンだね。うん、じゃあそれがシェイプなんじゃない？シェイプ違うの？え、マルーンじゃないのそれ？え、だからアズキじゃないの？うん、マルーンだと思う。ああ確かこれアズキ、オレンジ、もう一人って確か3人くらいに一気に移動はいない。右は一切いない。位置出てない人自分から言ってもらえますか？じゃないとちょっと怪しく見てます。あ、ピンク、タオル披露して、うん、上に向かう途中で、な、治りました。停電。うん、あ、どうぞ、了解。で、なんか誰かがタオルのとこに立ってたのを覚えてる。ポケモンさん、紫ですよ。あ、紫。はい、紫。家庭がどうぞ、持ち込んでた。イエローさんとか出てないんだ。いや、黄色一応昇降機右最後入ってる。あ、そうか、昇降機行ってるけど、俺そもそもあの昇降機のはしごの上あたり立ってたけど黄色見えてねえや、ごめん。いや、アーカイブから入ったばっかりなんで絶対見えないと思います。了解。ダウンロードやってる誰かとヌーンで誰か乗ってきてるのと、あとその付近にもう一人いたかなぐらい。メインで切れるのは誰なんだ？一番最後にいる来た人がササパンダさんっていうの？青とローズって白見てる？青とローズ？ローズは見てる。白絶対。ローズは、ローズはと白は見てる。僕が見てる。あのでも左に取り残されて青だけ右に行ったから、多分その時に見合ってるはず。停電開けたし。そっか、でも黄色白が通ってんのか。白が、コーラルと立ち当たる場所が、多分エンジン立てするぐらいで。はいはいはい。うん、で、それ以外に切れる人がいないんだったら、白は怪しいけどね。え、俺、タカさんの真後ろにいたじゃん、ずっと。いい？
いや、金庫に入ってる間は見てないよ。え、だからその後もずっと一緒だったじゃん。怪しいよ、これ。怪しいよ。絶対殺そうとしてるじゃん。甘えん坊さんみたいになってる。高さんって白のことを何割ぐらい歌ったかって本気で言ってます。本気で言ってないんだったら黙りますけど、全然無駄なんで。え、僕 60% ぐらい歌った。え、本当に嘘だ。でもなんか全員の位置聞いた感じ、結構怪しいと思うけど。うん、赤から青とローズに白が出せて、で、その最後尾が白なんだよ。証拠左で。でも、停止になってから赤の見失っちゃって、うん、で、証拠機右の縫のところに青と、青はちょっとあんま重ならなかったから見られてなくてもしょうがないけど、ラテマルさんとはほぼちょっとずっとに一緒にいたから見てもらえてると思ってて、黙ってた。うん、とりあえず、あれ、メインだったら関われる人は結局誰になりますか、うん、あと、ハニワチンと大間さんと、ササパンダさん。ササパンダさんはだってアーカイブにいるんでしょ。まあ、アーカイブ昇降機左入ったぐらいだから。だったらでも、まあ、できなくはないけど。あの、白さんが見てないとおかしいと思うよ。時系列的に。あ、そっか。うん。何の話ですか？あのキルの話。あの、一応言っとくと紫科学者です。あ、紫じゃない。丸。おー。丸。おかしい。それいい。いつ死んでる？もう停電直って見たらすでに死んでました、二人とも。停電直したぐらいで死んでた量。停電直ったぐらいで死んでんだったら、なおさら。もうすでに死んでた。真ん中より左だよ。左だと黄色、緑、ん？じゃあ黄緑、茶色、緑、陣がになっちゃうけど。緑、茶色。ん？違う、左って多分エンジンくらいってことだよね、高さん言って。あの、エンジン真ん中か、メインの左だよ、行けても。だからそれでやっぱ、白さんがその経路取ってんじゃないって思っちゃう。というか、高さんと俺って、白って、もう頭と足くっついて、並走してたじゃん。絶対違う。絶対違う。俺はコンピューターに置いてきて、切られないように逃げてきてた。俺そういう認識で、で、高さんがなんかよくわかんないけど。だから、白は、それよりも、あの、切れる人物を洗ってほしい。そう。で、白がとりあえず僕にそれを言うんじゃなくて。で、茶色が、その、二人を弾く理由は、もうコックピットあたりから、黄緑、緑、茶色は一緒に動いてんの。てかもう白三段釣りでいいと思うんだけど。黒さんには誰かしら。タカさんはそれだって本当に言うんだったらめくらだと思ってるから、ちょっとなんか、なんか言った方がいいかな。だったら、それじゃなくて、だったら白さん、そうそうそう。あげてほしいんだよ。でも白さんの対抗はもうそれタカさんになるってことになると思うよ。いや、なんない。全然なんない。だって、タカさん白だもん。全然なんないし、話が全然。結局でも SG になるよ、このままだと。いや、僕、跳ね返せるんでいいっすよ、うん、別に。いや、もう、投票で跳ね返せないんで無理っす。られそうな気がする、これ。いやー、やば、この村って思っちゃいました。はい。議論ですね。エンジンルームで、これタスク何個やったら分かるんすか？ん？
ん？はい、どうぞ。あれさ、サパンダさんってさ、コミサボ切れた？ササパンさんはね、コミサボ鳴ったとき、コックピットに。あとね、青発言していい？そう。はい。チャットピンクがね、通信直してて終わって、その瞬間、コックピットっけ、ベントにピョンって飛び込む影が見えました。以上、青でした。通報不審です。3秒前です。じゃあ、切って逃げてる？と、一応、あのマルーンから言っとくと、あの2、3秒前に死んでます。オッケー、うん、で、死体どこ？死体が、そう、コックピット寄りなので、え多分ね、ジオさんどう入ってるの？ジオさん、あの堂々とコックピーから真正面入ってって、で、ベントパカッて開いたから、あ、やばいって思ってダッシュで見に行って、だっけもう間に合わなかったから、ああどうしようと思って、もザドミン見ようと思ったけど通報って流れ。緑がダウンロードしてるの見えてる？全く見えてない、うん、だったらもうそこ追い込まれて言ってるように見えるけど、あんとな、緑目線では弁当開いてるのは見えてない。じゃあ対抗でいいんじゃない？けど誰ぶっ殺せばいい？俺はシェリフです。あ、じゃあ緑と切り合いでもいいんじゃない？ジオさんシェリフなら緑と切り合いっていうか、俺が切られたらジオさん釣ればいいんじゃない？自分が、うん、うん、俺は誰を切ればいい？山田さんじゃない？うん、これでいいよ。緑くださいね。オッケー。黄緑じゃない、緑。そうそう、通報光ったから自分引き返すとしてるから。あの、どこへ近いの？どこら辺か確認したい。コックピの入り口？コックピより、うん。で、俺も、緑はコックピットのダウンロードしてて、開いてるのは見えてない。うんうん、で俺視点はあのパカッて開いて、あ、やばいこいつだと思って、こいつがなんかやろう剣棒で殺したんやと思ってダッシュで見に行ったって感じなんで、ごめん。それだけ。ピンク先行して、で自分が武器庫の方入ろうとしたら、うん、光ったもんで戻って通報だから。あとジオさん新シェリフなら他の位置洗って、切れる位置洗った方がいいんじゃない？だからここピッて、まあ緑か確定で見てんならいいんだけど、うん、それでいいの？それだったらシリフトツでいいのかな？これでジオさんが弾けて、俺村になっちゃうかもしれないから、その後の話を。オッケーだし、千田さん切れるは多分千田さんが切ってるんだと思う。いいんじゃない？じゃあ、ジオさんは飛び出せる。どこ？アーカイブ？うん、エンジンの左。オッケー、いい。エンジン左。ただし、あの、35、あの、キルクから5秒以上経って誰も来なかったら適当に打って死にます。オッケー、それ絶対紫は一応ベントできないって言っとく。わかった、今外れた。今外れた。貨物で湧いて向かったけど間に合わなかったっす。いや、チラマーさんはエンジン立て通路から上行って金庫行ってます、ね。それ多分シェイプだと思います。まあでもそれ言われてももう通しかない。貨物で湧いた人がいないので証言が多分できない。貨物で湧いた人がいない？うん。なんで貨物で湧いたんですか？貨物だから。え、右連打したら湧いちゃった。
あのランダムスポーンだと思ってまして。それはもう、それはもう、それは言い訳です。それは無理だわ。あと貨物それはないわ。それはないわ。それはちょっとやめたほうがいい。それよくないな。そこなんすげえ。いい加減しろよ、本当に。シンプルに。あの、すみません。はい。あの、セリフのジオさんは、誰かクルーに間違えて特攻してしまったということ？違う違う。違う違う。おそらく、うん、キルクールがもう、30秒ぐらいになってたんで、パープルが近くにいたからパープルを打ってるから。で、いいと思うよ。あ、じゃあ、うん、あ、ちょっと待って、パープルが隠し色ということでよろしい？これ。うん。大間くんもメインテールでしょ、多分。あの、そうなんですよ。パープルがちょっと突された感じが自分でして、申し訳ないことしたな、みたいな。あの辺ちょっと。違う違う、はい、そういうことじゃなくてですね。違う、さっき言ったのは、白輪さん処刑するとは言ったけど、来なかったら誰かしら突ってボタンになる、うん、なるほど、はい、わかりました。そうしないとあのキルクールが溜まって、そう三人が残った場合はドリブルキャッチされるから恐ろしいことになるから。通信のサボが来たから、あのカメラ見てた人はあの状況知らないから、あの突られたのいいってピンクは聞きました。これ対抗誰にあげたらいいんだ。対抗もクソもない。対抗もクソもない。邪魔さん釣れば人外落ちてると思う。切れる人間で。みんなでそうやっていじめてさ。じゃあ一応対抗いつ聞きますよ。いい誰ですか？うん、誰ですか？じゃあラテさん。サム、滑った。いいね。ラテさんあと頑張ってね。一応ちょっと時間あるから話して。任せて。うん、よろしく。話していい？どうぞ。あの、コックピットのダウンロードってさ、上上に立たないといけないじゃん。だからクルー目線でも見えるはずなんだよね、やってるのって。だからジョーさんがそれ見えてないから、多分普通に切ってきてる人間だと思う、千山さんは。まあ、シェリフも持ってったんで、相方よろしく。無茶苦したじゃん。あ、やべ、言っちゃった。ひどい。ああ、助け頑張ろうっと。あの、普通に茶色のレポートでジオちゃんとも対抗のはずなんだけど。うん。レポート1で。うん。ジオちゃん？なんで気づかんのそれ。ん？あ、俺？うん。アディアじゃなくて、みんな、ジオちゃんと、グインちゃんはそもそも対抗なんだよ。レポートの1で。ああ。俺はもう18分ぐらいの仕事したから。うん、つかぶっちゃけ、緑なんでそうなるかすごい困惑してる骨あるんだけど、ちょっとだけ殺せるじゃん、普通に殺せるじゃんって思って、でも言えない、怖い。マッケちゃん死んじゃったよ。うんごめんね。あー緑、あーつか通信にインポ2人いたのが一番怖かった。いやー、木玉さんの弁当見たんだけどな、ね、周りがジンガしかいなかったね。そうそう、俺みんなの前で入りまくった。どまい。さて、これもう積んでるな、やばいな、積んでるわ。途中までサパンさんご主人なんかなと思ってた。いや、あのタスク量ではもう絶対分かってるやん。はい、ジンジン。はい、ジンジン。すごい。マジか。